石川に来まし、富山に来られ。富山から石川、富山に来られ。石川に来まし、方言。じゃあ全部飲まれシーン全部ちょっと多かったら残ってください。少ないよね。これはどれだ。これがですね、スパークリングワインで、スパークリングワイン、はいはいはい、これがおすすめみたい。餃子とかに合うんだ。餃子と、うん、じゃあ飲んでみて。それ美味しかった購入だから。うん、そうやね。いや、俺も飲みてえな、うん、運転せんなんかな。美味しい、おかわりだね。おかわりだな。次はですね、まあ、同じロゼワインに、こちらも炭酸入ってないんですけども、まあ、甘口のロゼワインということで、ちょっと飲んでみてください。はい、これは、これです、はい、これマスカットベリー A。 あ、こっちのが甘いね。うん、おかわり。定着したね。うん、次はですね、まあ、白ワインの、まあ、こちらも甘口なんですけども、はい、女性人気の香りからですね、その辺のブドウの香りです。能登ワインブラン、はい、そうですね、能登ワインブラン、フルーツサンドピザ、そうです、うん、香り嗅いでみてください。そう、香りかかんと飲んどったの、うん、で、おかわり言うて。あ、これすごいブドウの匂い、すごい、匂いだけ、うん、ね、うん、分かる。あ、すごいフルーティー。うん、フルーツやからな。で、おかわり。のとワインケーキ。ここ、ちょ、冷蔵庫入れとくか、うん、これはいいと思う。
カーティーカーティーシャツ。カーティーシャツ。これ二人で飲むの？え、一人一本？そう、梅と柚子とか買うから。梅からこんなにいっぱい。それを十度。それを半分ずつ。これ一本にする？で半分にする？柚子もあれ。え？300円。ブルーベリーの酸味、元カフェオリジナルパンだって。やきえいひ、うん、あ、これでも能登っぽくなくね、うん、でも能登あるけど、あ、これでもやっぱワイン仕立てか、でしようか、能登ワイン仕立て、これにしよう、焼き皮飯これや、うん、昼飯が遅いから、能登キンタキーノ、能登ミルクフルーツ、昼飯遅くして食べると、うん、熱中症予防にこれかな、俺トリティーナッツ、これめっちゃうまそうや、うまい、うん、これにするわ、あなたはブルーベリーって柳田有名なんだよね、そうでもさ、のと金時っていうのが有名だよね、のと金時だって芋のお菓子が多いからさ、これ行ってみようか、あなたはまた金時芋ねえ、これはこれ、キャラ向きだ、じゃあこれでいこう、腹ごしらえ、うまい、かぼちゃやったっけ、金時、金時、芋ねえ、ほら、ちょうどいいよ、私は容器があるから、完璧いいじゃん、おしゃれカフェや、ライトもつけてカフェしよう、映えるね映えるこれは完璧やろ、海が綺麗、
。